白売りの雷星白売りは売りの品種。また、その果実のこと。朝売り、漬け売り、片売り、もみ売り、丸漬け売りとも。夏の季語。胡椒は完熟すると皮の色が白っぽくなることにちなむ。身が緻密で味が淡白であるため、なら漬けなどの漬物での利用が適している。種を抜いて、 螺旋状に霧子を押して干したものは雷星。雷星と呼ばれ、夏の風物詩であった。愛知県の大張地方には、カリモリという品種がある。米倉孝二、梶立忠氏、BG プランツワミ学名インデックス白売り。2015年10月10日閲覧。米倉孝二、梶立忠氏、BG プランツワミ学名インデックス白売りシノニム。 2015年10月10日閲覧。講談社は、要、中、エスニック世界の料理がわかる時点。雷星、雷星、コトバンク2020年10月21日閲覧。仮盛りのかすづけ愛知県。うちの郷土料理。農林水産省。2020年10月21日閲覧。ありがとうございます。